分離大公園は、東京都西東京市東町にある面積1.667ヘクタールの都市公園である。東京分離科大学の運動場であったことから、分離大の大と大をもじって分離大公園と名付けられた。分離大理科の農場があったが、一部は、現在も筑波大学附属小学校の宝屋田園教場として残っている。旧東京府北多摩郡宝屋町や、 下方や麻北神殿一帯は有力地主で1915年の武蔵野鉄道創設に関わった高橋家のものであったが関東大震災以前から武蔵野鉄道と共同で自分の辞書を借地や借家として開発、沿線の開発と発展のため高橋家が東町に安い借地料で学識者や文化人を誘致していた震災後には 資生堂の社長の福原晋三の施設秘書であった安成三郎が社員の勧めでこの地に転居していた。福原が社員の健康のために運動場を探していたので安成が尽力。この地に社員のための野球場を作ったのが成り立ち。その後野球場は分離台、講師の法屋運動場と付属農場になる。同運動場には四百メートルトラックと投擲場。 跳躍場、サッカー及びラグビーのゴール、さらに2階建ての合宿所と1階建ての共感室が設けられ、1936年9月に開場式を行った。1938年2月には、日本陸連から第三種競技場として公認された。付属農場は1872年に、神田昌平港跡地に設立された、市販学校が後に高等市販学校解消され、 1898年高等、市範学校に農学専修科とともに付属農場が設置されたもの。1902年に高等市範学校は東京高等市範学校に改称同年農業教員養成所が東京帝国大学農科大学の付属となると、翌1903年、東京高等師範学校が東京市小石川区大塚区保町に移転。付属農場は、 同区五国寺裏二転。1929年の東京文理科大学発足時、東京高等市範学校をこれに付地。付属農場は東京文理科大学付属農場と改称。1937年、東京文理科大学付属農場は上記に移転する。1984年、国と東京都、旧法屋市の三分割で買い上げて文理大公園が開設される。 公園部分は北側に遊戯広場と下水処理施設、南側に池とソメイヨシノの森林帯になっている。西側にはしだれ桜の並木で毎年春には多くの人が楽しむことができる。ありがとうございます。